頭を上げてくださいよ、さとみさん。来月には必ずお支払いいたしますので。それでね、松岡さんの身の回りのお世話をしてくれないかって言われて。それでその家事仕事で家賃の滞納分を相殺してくれるって。あなたはとても綺麗ですね。